大阪府知事で日本維新の会副代表の吉村博文氏、46、が22日までに自身のインスタグラムを更新。ライトアップされた紅葉を楽しむ姿を披露した。紅葉が、綺麗、綺麗、だぜーと記し、ライトアップされた紅葉の美しい寺院とともに撮影したオフショットなどをアップ。黒のスポーティーな服装に胸元にはサングラスをかけ、マスクをしているもののリラックスした雰囲気を漂わせている。吉村氏の貴重なオフショットにフォロワーからはヤンパリ夜の知事もかっこいいです。紅葉のライト青くより知事だぜ知事が、チャエだぜカツ王子ですね、美濃にいらしたんですね、イケメンが目立ちすぎてもはや紅葉どこですか状態だぜ、紅葉デートしたいぜ、吉村さんと紅葉。めっちゃ似合いすぎですよ。といった反響が寄せられている。